ダッシュはビットコインのソースコードをベースに開発されたオープンソースプロトコルに基づくピュアーツーピュアー型の決済ネットワーク及び暗号通貨である。2015年3月25日にダークコインからダッシュに名称が変更された。この名称はデジタルキャッシュの混成語である。支払いに主眼を置くユーザーフレンドリーな暗号通貨を目指して開発が行われている。 ダッシュは分散型ガバナンスと予算編成システムからなる世界初のダウとも言われている。ダッシュはビットコインからのフォークであるがプルーフオブワークアルゴリズムにス -256 を使用するビットコインとは異なりダッシュは X11 というハッシュアルゴリズムを使用している。ブロックチェーンのブロックの生成は約2.6分ごと。ブロック報酬は 約4年ごとに半減するビットコインとは異なり21240ブロックごとに14分の1ずつ削減される。現在予想されるコインの総供給量は最大1892万1000ダッシュで供給が完全に停止するのは2477年である。なお、2 1 1 0年までに総供給量の約99.9%が供給される。 公式クライアントソフトウェアは、ダッシュコアでライセンスは、MIT ライセンス、プログラミング言語は C である。ダッシュの基本的な通貨単位はダッシュであり、分割可能な最小単位はダフで、1ダッシュイコール1億ダフスである。ブロックシェアによると、2019年8月18日、現在の推奨送金手数料は1バイトたり1、ダフスで、送金手数料の中央値は、 約0.09円である。コニャマーカとカープによると、2019年7月1日現在、ダッシュは15番目に、時価総額の高い暗号通貨で、暗号通貨取引所での売買代金は1日あたり、約323億円であり、時価総額は、約1537億円である。ダッシュの創始者、エヴァンダ・フィールド名称がダークコインだった時の、 公式ロゴダッシュの旧公式ロゴ2018年5月に現在のロゴに変更されたダッシュはもともと X コインという名前で2014年1月18日午後5時50分にリリースが発表され翌日午前3時54分に最初のブロックが採掘されたが X コインという同盟の会社があったため同月28日に名称がダークコインに変更された他には ブラックコイン、X11 コイン等の候補があった。さらに2015年3月25日、ダークコインはダッシュと解消された。この解消について、ダッシュの創始者であり、当時のリード開発者であったエヴァンダーフィールドは、ダークコインの目的は、ダークウェブをサポートすることでは決してありませんでした。ビットコインが初期から抱える諸問題を修正し、信頼が不要で分散型。 そしてプライバシーを守れる高速の決済プラットフォームを作ることが目的でした。と、イブタイムズ UK のインタビューに答えている。2014年3月に公開されたホワイトペーパーには、ダークコインはサトシ仲本のビットコインをベースにした最初のプライバシーに主眼を置いた暗号通貨であるという記載がある。その後様々な改良が加えられたことを受け、2018年8月、 現在のホワイトペーパーでは支払いに主眼を置いた暗号通貨を標榜している。ダッシュは X コインとしてリリースされた当初はライトコン V0.86.2 のコードベースからのフォークだった。2015年1月のダークコインコア V0.11 例のリリースでビットコインコア V0.93 のコードベースからのフォークとなった。2017年2月にリリースされた ダッシュコア V0.121 は RBF が実装される前のビットコインコア V0.12 のコードベースからのフォークである。ダッシュはリリース後最初の24時間で約186万コインが採掘された。これはダッシュの現在の供給量の約20.8%に当たる。短時間で大量にコインが採掘されたためこの事象はインスタマインと呼ばれる。 エヴァンは誤った値を使って、ブロック報酬を計算しようとして難易度が正しく、変換されなかったことが原因であることに気づき、修正をした。修正した後もバグが残っていたためコードを更新し、ハードフォークを行った。その後もネットワークは巨大なハッシュパワーを持つマイナーの攻撃を受け、当時の難易度調整アルゴリズムであるキモと S グラビティは L の脆弱性を修正した。 ダークグラビティウェーブをエヴァンが考案し、攻撃に対処した。問題が解決した後、エヴァンはインスタマインなしでコインを再開することを提案したが、コミュニティは圧倒的に反対多数だった。その後、彼は最初の分配を広げるために、コインのエアドロップを提案した。コミュニティはこの提案も拒否した。このように、 最初の供給はそのままに、プロジェクトの開発が続けられた。インスタマインが起きた時の開発チームのメンバーは、エヴァンとその友人のカイル・ハガンの二人のみだった。エヴァンは2017年3月30日に、アリゾナ州立大学のスカイサーング・イノベーション・センターで開催されたイベントで、自身のマスターノードの稼働を停止し、 所有する25.6万ダッシュのうち8割をコミュニティのために与える考えであることを表明し、翌月18日にダッシュの主要な開発チームであるダッシュ、コアチームの第一線から退き、シニアアドバイザーとなることが発表された。カイルはリリース後の1週間で16万コインを獲得したとされるが、2014年12月までにすべてのコインを売却し、 プロジェクトへの関与をやめている。約186万コインのうちの大半はビットコイントックでリリースの情報を得た複数のユーザーが採掘したものと推測される。また、リリースから数ヶ月の間コインは暗号通貨取引所において数多く取引され、1ドル以下の極めて低い単価で売買されていた。なお、リリース当初は、 ライトコインのコードをベースにしていたため供給量の上限は8400万コインだった。ダッシュはビットコインのソースコードをベースにしているが独自に開発された技術がいくつかある。フルノードが無報酬で運営されているビットコインとは異なり、ダッシュではマスターノードと呼ばれるフルノードの運営にもブロック報酬が与えられる。マスターノードは ビットコインのフルノードが担っているブロックのダウンロード、検証、伝達といった役割だけでなく、チェーンロックス、プライベートセンド、インスタントセンド、ガバナンス機能等の役割を担う。マスターノードを稼働するには1000ダッシュの所有の証明が必要である。これはシビル攻撃を防ぐためである。1000ダッシュは担保とは異なり、どこかに預ける必要も没収されることもなく自由に、 使うことができるが、使った段階で、ネットワークから関連するマスターノードが削除される。マスターノードとマイナーはそれぞれブロック報酬の45%を獲得する。マスターノードがネットワークに重要なサービスを提供して、ブロック報酬を得る仕組みは、プルーフオブサービスと呼ばれ、マスターノードネットワークは、ネットワークの第2層とされる。ブロック報酬の残りの10%は、 ダッシュダ o の予算となる。現在、このマスターノードの仕組みを採用する暗号通貨が数多く存在しているが、最初にマスターノードの仕組みを取り入れたのはダッシュである。LLMQLLMQ はマスターノードで構成される長寿命のクオーラムである。ダッシュコア v 0 1 4へのアップグレードにより2019年6月から形成され始めた。 マスターノードのクオーラムはこれ以前から存在したが、インスタントセンドトランザクションをロックするために10のマスターノードがトランザクションごとに選抜されるという短名のもので、いくざ署名をする仕組みだった。LLMQ は50あるいは400といった数の選抜されたマスターノードが1時間あるいは12時間といった長時間の周期でランダムに再構成されるものである。 2019年7月15日現在、4つのタイプの LLMQ が存在している。いくつかの役割を持ち、BLS 署名方式による敷地署名を実行する。チェーンロックスは400のマスターノードで構成される LLMQ460 という名前の LLMQ のうち60%のマスターノードが同一の新しいブロックに BLS 署名をした場合に、 他のブロックが拒否される仕組みである。これにより、ブロックの再編成は不可能となる。この機能によりダッシュはプルーフオブワークを採用する暗号通貨として、初めて51%攻撃への極めて高い体性を獲得した。2019年7月にアクティブ化された。LLMQ460 は288ブロックごとに再構成される。 プライベートセンドは送信元アドレスと送信先アドレスを複数にするコニャジョイン形式のトランザクション作成を元にしたプライバシーと交換可能性を高める送金機能である。2016年6月にダークセンドからプライベートセンドに名称が変更された。複数のマスターノードを介して連鎖的なコインミキシングが行われるのが特徴で、 ビットコインのミキシングサービスに見られるような単一のウェブサイトのものとは異なり、分散型で信頼が不要なサービスとなっている。この機能は、プライバシー保護に課題を持つビットコインを改善することを目的として開発された。プライベートセンドを使用するユーザーは、まず、ダッシュコアウォレットに入っているダッシュを5つの金種に、分割し複数の送信元アドレスを作成する。次に、 ランダムに選ばれるマスターノードにミキシングをしたいという意思表示をする。他に同様の意思を持つ2名から4名のユーザーがそのマスターノードに集まるとそれらのユーザーの複数の送信元アドレスと複数の送信先アドレスを一つにまとめたミキシングトランザクションが作成される。この過程が1ラウンドでユーザーは2から16までのラウンド回数を選択できる。 ラウンドを重ねるごとに指数関数的に取引履歴の特定が難しくなる。ミキシングは禁止ごとに行われる。マスターノードはミキシングに参加したユーザーを識別することはできず、ユーザーのダッシュを奪うこともできない。ミキシングを終えたダッシュを保有するユーザーは取引相手への送金時にプライベートセンドを選択することが可能となる。 プライベートセンドを使用する場合は必ず送金元のアドレスが複数となる。通常の送金の場合、受信者は送信者のアドレスの過去の取引履歴を遡ることで、ダッシュの使用状況や保有残高を特定、または推測することができるが、プライベートセンドの場合、そのような行為は極めて困難である。プライベートセンドは送金履歴の難読化により、 プライバシーと交換可能性を向上させる機能であり、送受信者のアドレスや送金額といったブロックチェーン上の記録はビットコインと同じレベルで公開され、一切取得されていないという点で、モネロ、G キャッシュ等のプライバシー向上技術とは異なる。また、ダッシュ以外の暗号通貨でもビットコインのわさびワレット、ビットコインキャッシュのキャジアシュファルなど中央集権的ではあるが、 同様の難読化技術を採用するウォレットも存在する。ダッシュの取引履歴を追跡することはビットコインと同様に可能であるため、アマル CFT プラットフォームを提供する。コニャファームが2016年9月に、ブロックチェナイントルが2019年7月に、チェイナラシスが2020年6月に、それぞれダッシュをサービスに統合している。この機能はオプションであるため、 監査を受ける必要がある等の理由で取引の透明性を求めるユーザーにも配慮されている。プライベートセンドを使用した場合でもトランザクション自体はブロックチェーンに公開されているため会計処理をすることは技術的に可能である。またブロックチェーン上でプライベートセンドを使ったトランザクションと通常のトランザクションを判別することも可能で1日あたりの プライベートセンドトランザクション数の統計を取ることができる。インスタントセンドは数秒でトランザクションをロックし、決済を完了させるサービスである。2015年2月にインスタンシャックスという名称で実装され、2016年6月にインスタントセンドに名称が変更された。ビットコインなどの他のプルーフオブワークを採用する暗号通貨では、 二重支払いの手法を使った詐欺を防止するためにマイナーによる複数の承認を必要とする一方、ダッシュではマイナーによる承認がなくても送金が覆らない仕組みとなっている。ダッシュのコミュニティメンバーが2019年9月に実施したテスト送金によるとトランザクションがロックされるまでの時間は平均値1.85秒、中央値1.83秒、最短1.245秒、 最長4.59秒だった。従来のインスタントセンドアップグレードのため2019年7月に非アクティブ化された。ユーザーがインスタントセンドを選択して取引相手にダッシュを送信すると10のマスターノードがランダムに選抜され、そのうちの6以上のマスターノードがトランザクションを承認し、ロックすることで決済が完了するというものだった。この機能により、 ダッシュをマイニングのみで攻撃することは難しくなっていた。ロックされたインスタントセンドトランザクションはネットワークにブロードキャストされ、当該トランザクションを含まないブロックは拒否された。マスターノードによって承認されなかった場合は、トランザクションの検証はマイナーによって行われた。この機能はオプションの機能で送金手数量が通常送金の10倍かかっていたが、 2019年4月にオートマティックインスタントセンドがアクティブ化したことで、インプットのアドレスが4以下のトランザクションはすべてインスタントセンドトランザクションとなり、追加の手数料が廃止された。LLMQ ベースのインスタントセンド LLMQ ベースのインスタントセンドは、従来のインスタントセンドを改良、拡張した機能である。2019年7月にアクティブ化された。 この機能により、ダッシュのすべてのトランザクションがインスタントセンドトランザクションとなったため、ダッシュは無条件で即時にファイナリティを得られる暗号通貨となった。50のマスターノードで構成される LLMQ5060 という名前の LLMQ のうち60%がメモリプール内に追加されたトランザクションを的確であると判断するとトランザクションがロックされる。これにより、 マイナーによる承認の制約を受けずにメモリプール内にあるダッシュを不可逆的かつ連鎖的に送信することが可能となった。LLM95060 は24ブロックごとに再構成される。スポークはダッシュで独自に生み出されたアップグレード手法である。スポークは先割れスプーンの位。このアップグレード手法がハードフォークにもソフトフォークにも当たらないためこの名が付けられた。 ダッシュのアップグレードの流れダッシュの新しい機能やバージョンはテストネットで広範なテストを受けた後メインネット上でリリースされる。同時に変更内容とクライアントソフトウェアの更新の必要性がユーザーに告知される。クライアントソフトウェアを更新するユーザーは新しいバージョンを実行するが十分な割合のネットワーク参加者がそれを実行するまでアクティブ化されない。 新しいバージョンでエラーが発生してもバージョンアップしたクライアントソフトウェアのブロックはネットワークに拒否されず、意図しないフォークが回避される。アクティブ化するまでに開発チームはエラーに関するデータを収集することができる。ネットワークで新しいバージョンについての十分なコンセンサスが形成され、開発チームが安定性を確認した後、 開発チームの複数のメンバーがそれぞれの秘密鍵でネットワークメッセージに署名して新しいバージョンをアクティブ化する。古いバージョンのままのマスターノードはブロック報酬を得られなくなる。緊急時の非アクティブ化セキュリティ上の脆弱性が発見された場合等に特定の機能を無効にするためにスポークを使用することもできる。2017年8月にインスタントセンドに 脆弱性が見つかり、スポークによってインスタントセンドが無効にされた。脆弱性は修正され、2017年11月のダッシュコア0.122のアクティブ化により再び有効になった。X11 ハッシュアルゴリズムは、エヴァンダ・フィールドによって考案されたプルーフ・オブ・ワークアルゴリズムである。11種類のハッシュ関数をつなげて一つのハッシュ値を計算する。ダッシュにおいて、 マイナーがブロック報酬を得るにはネットワーク全体に設定された採掘難易度ターゲットを満たす X11 アルゴリズムに対して解を見つけなければならない。単一のハッシュ関数のみを採用しているビットコイン等に比べると11のハッシュ関数を同時に破らなければ攻撃できないため堅牢性が高いという特徴がある。 X11 ハッシュアルゴリズムには ASIC によるマイニングを難しくし、マイナーの過線化を遅らせるという目的もあった。2016年には X11 の ASIC マイニングが可能となり、現在ダッシュのマイニングは ASIC によるものが主流となっている。X11 ハッシュアルゴリズムを採用する暗号通貨は多数あるが、 ダッシュはその中で最も高いハッシュレートを持っている。なお、X11 ハッシュアルゴリズムは、X11 とも呼ばれる、X ウィンドウシステムとは、無関係である。ダークグラビティウェーブは、ダッシュに使用されている、採掘難易度調整アルゴリズムである。キモト S グラビティウはルの脆弱性を修正して、エヴァンダフィールドによって作成された。ビットコインでは2016ブロックごとに、 採掘難易度の調整が行われるが、ダークグラビティウェーブを採用するダッシュでは1、ブロックごとに採掘難易度が調整される。これにより、ハッシュレートが短時間のうちに激しく変動したとしても、比較的一定間隔でブロックが生成される。2014年5月14日にバージョン3.0にアップグレードされている。ダッシュは技術に詳しくなくても簡単に使用できる。 デジタル通貨を目指し、エボリューションと呼ばれる大量採用に適したユーザーフレンドリーなプラットフォームを現在開発中で、2019年中にリリースが予定されている。ブロック報酬の10%がダッシュダオの予算となるため、毎月コミュニティから予算案が出され、使途を決定する。予算案は5ダッシュのネットワーク手数料を支払えば、誰でも提出することができる。 マスターノードの所有者には予算案または重要な決定に対する議決権が与えられる。マスターノード一つにつき一票の投票権がある。賛成票から反対票を除いた数がマスターノードの総数の10%以上に達することで予算案は可決される。予算案が可決されると1ヶ月ごとに生成されるスーパーブロックから 予算案提出者が指定するアドレスに要求された額が支払われる。2018年11月現在、月間約100万ドル相当のダッシュが予算として利用可能である。可決された予算案の総額が月間の予算額を上回った場合は、賛成票の多い提案が優先される。逆に下回った場合、予算は内部留保されず、キャリーオーバーされることもない。 つまり、予定されているダッシュの総供給量が減ることとなる。ダッシュ DAO の予算から継続的に資金を調達するなどして運営されている組織が、ダッシュ DAO 内にいくつか存在する。ダッシュ、コアグループは、ダッシュ DAO が法的に所有する企業で、ダッシュのソースコードの作成、保守、配布、マーケティングビジネス開発、カスタマーサポート等を中心的に担っている。 会社組織となる前は、ダッシュ・コアチームと呼ばれており、現在でも開発チームとしての立場が強調される際は、ダッシュ・コアチームと呼ばれることがある。デラウェア州で、C 株式会社として設立され、オフィスは、アリゾナ州立大学のスカイサングイノベーションセンターにある。CEO は、ライアン・テイラー。2018年10月末。 現在、49名の専任スタッフと9名のパートタイムスタッフが在籍している。同社は、スタッフの報酬やマーケティングにかかる費用等を予算案として原則毎月提出し、資金を調達している。利益相反につながる寄付や、スポンサーシップに依存していないことが特徴である。ダッシュ、コアグループの全株式を所有しているのはニュージーランドに、 設立されたダッシュトラストという撤回不能信託である。委託者はダッシュ、コアグループ、受託者はダッシュトラスト、受益者はマスターノード所有者となる。ダッシュトラストはダッシュ、コアグループの役員の人事権を持ち、ダッシュなおに帰属する特許や商標等の資産を保有する。マスターノードが投票によってダッシュ、コアグループの役員の交代を可決した場合は、 ダッシュトラストがその意思を受け新たな役員を任命する。ダッシュトラストの役員にあたる6人のプロテクターは、毎年マスターノードの投票によって選出される。ダッシュ、コアグループの役職員はプロテクターに立候補することができない。このような文言への仕組みによって、ダッシュ、コアグループの役員に権力と財力が集中するのを、防いでいる。ダッシュコインは、 クリプタネットがベースのバイトコンからフォークして2014年7月5日にスタートした暗号通貨である。プルーフ・オブ・ワーク・アルゴリズムにクリプテイトを採用する。現在は開発が行われていない。ダッシュとは全く別の暗号通貨である。ダーカレットはコーデー・ウィルソン、アミール・ターキ等によって開発されたビットコインのウォーレットである。 2014年5月にダークアレットアルファーがリリースされたが2015年1月のダークアレットアルファー8のリリースを最後に開発は行われていない。コニャジョイン形式のトランザクションを作成しプライバシー保護を重視しているという共通点はあるもののダッシュとは全く別のプロジェクトである。ありがとうございます。